ットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターボックスは4番鈴木。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね、ええ、ここは慎重に行った方がいいでしょうね、うん、初球打ち。この打球はフライになっています。大野が抑えています。ワンアウト。さあ同点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには松山。ここはエンドランも警戒しておきたいですよね、ええ、さあランナーをどう生かしてくるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくる。初球打ち、これはどうか。ライン際を破りました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット。ワンアウトランナー三塁一塁。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあそして打席には坂倉が入っています。さあ一打同点という場面です。ここで追いつかれてしまうと流れは。インサイド打った。セカンドが抑えた。二塁送球、際どいタイミング二塁アウト。カープ追いつきました。2対2。試合を振り出しに戻されてしまいました。バッターボックスは7番堂林。ドラゴンズこの回同点にされています。リードを守れませんでした。小宮山さん、このマウンドは慎重に行きたいところです。まあそうですね。次打たれたら流れ的には完全にあっちになりますからね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。わずかに左に切れました。ファールボール。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ドラゴンズピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。まあいいコースには行ってるんですけどね。さあそしてバッターボックスには小園が入ります。さあ勝ち越しは防ぎたい場面です。まあこういった局面での攻防が。打ち上げた。掴んで3アウト。勝ち越しのチャンスものにはできませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。2対2。カープ同点に追いつきました。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターは平田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね、タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね、期待しましょう。打ちました。これはどうか。センターに抜ける。先頭バッター出ました。ドラゴンズノーアウトランナー一塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。しっかり捉えてますしいいバッティングでしたね。さあ一塁に勝ち越しのランナーを置いています。バッターは木下。ここはエンドランが面白いかもしれませんね、さあ仕掛けてくるでしょうか。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならない。変化球空振り。ワンアウトです。さあ一塁には勝ち越しのランナー。そして打席にはピッチャーという場面です。ここはバン、バントしました。取りました。一塁へ。アウト。ツーアウト。送りバント成功です。ツーアウトランナー二塁。さあそして打席には大島が入っています。さあ2アウトにはなりましたが一打勝ち越しのチャンスです。こういう場面ですからバッターも集中してると思いますよ。なるほど、そうですね。初球からスーッとストライクを取ってきましたね。やはりボールにライトへ持っていった。掴んで3アウト。勝ち越しは許しませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。
勝ち越しのチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。4回終了2対2同点です。先発の遠藤が打席に入ります。ピッチャーが相手でも気を抜いてはダメですよね。そうですね。インサイド落ちました。これはどうだ。破りました。センター前、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ここは抑えておきたい相手でした。ピッチャーにヒットが出ています。まあ、ピッチャー相手だったんで、ここは確実に仕留めておきたかったんですけどね。さあ一塁に勝ち越しのランナーを許しています。バッターボックスには大森。そうですね、バントも十分考えられますね。なるほど、そうですか。打ちました。取った。送球する。アウト、ワンアウト。さあそしてバッターボックスには菊池が入ります。さあワンアウトになりましたが、勝ち越しのランナーを背負った場面です。こういった要所を抑えていけるかがポイントになってきますから、ここは勝ち越しを許してはいけませんよ。なるほど、そうですよね。いい当たり、落ちた。ヒットになる。勝ち越しのランナーが三塁を回った。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。カープ勝ち越しました。3対2。ドラゴンズさらにピンチが続きます。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。さあそして打席には西川が入っています。さあピンチは続いています。この流れをここでしっかり食い止めておきに。また初球打ち。さあいい当たりになった。センターフライ、抑えてアウト。2アウトランナー2塁となりました。バッターボックスには4番鈴木。ドラゴンズこの回1点を失っています。さあ勝ち越しを許し、なおも得点圏にランナーを背負った場面。さあ2球目は何か。インサイド打った。ボテボテ取った。一塁へ、一塁アウト。これで3アウト。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。3対2、カープが1点リードと変わっています。赤星さん、バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略してほしいと言いますか、各バッターもう少し狙い球を絞るなり工夫してもらいたいですよね。はい、そのあたりバッターの対策が重要になってきそう。2球目打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか。どうだ、ヒットになった。1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー2塁です。ここはうまく打ち返していきました。ツーベースヒットを放っています。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあそしてバッターボックスには阿部が入ります。さあ得点圏には同点のランナーを置いています。もう追いつける。インサイド打った。抜けた。セカンドランナー帰れば同点。同点のランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。二塁へ送球。バッターランナーは二塁到達。ドラゴンズ同点。3対3、振り出しに戻りました。さあ同点にしたシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。まあそうですね、ここで一気に攻めたいですよね。ゲームは同点、行方は分からなくなりました。さあそして打席にはビシエドが入っています。まあドラゴンズとしてはここで決めたいところでしょうね。さあチャンスが続きます。ここで勝ち越せれば、その後の展開も楽になってきますね。なるほど、そうですね。これも初球打ち、ボテボテの内野ゴロ。ピッチャーが抑えた。三塁タッチはアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには5番高橋。先ほどの打席で一時勝ち越しとなるタイムリーを放っています。打ちました。飛びついて掴んだ。二塁送球アウト。スーパープレーが飛び出しました。一塁転送はアウト。ダブルプレー、ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。まあ切り替えていくしかないですよね。
かしこの回ドラゴンズ貴重な得点が入りました。5回終わって3対3、ドラゴンズ同点に追いつきました。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、このチャンスの場面、しかしバットに当たりません。先制とはなりません。続いて得点圏には先制のランナー、4番バッタービシエド、初球を叩いてタイムリー、ドラゴンズ先制します。しかしカープすぐさま反撃、逆転のランナーを置いて6番坂倉、ラストボールきっちりと捉えました。ドラゴンズ同点とされます。ランナー一塁三塁のピンチだったんですが、バッテリー狙い通りのダブルプレー、勝ち越しを許しません。3回の裏、得点圏には勝ち越しのランナー、迎えるは5番高橋、追い込まれてからのタイムリー、ドラゴンズ勝ち越しに成功しました。4回の表、このピンチの場面、しかしここは内野フライに打ち取ります。勝ち越しを許しません。裏の攻撃、チャンスの場面、しかし打ち取られてしまいます。勝ち越しのチャンスを逃します。5回勝ち越しのピンチ、2番菊池、その初球をしっかり弾き返します。ドラゴンズここで勝ち越されます。しかしドラゴンズ負けていません。追いつくチャンスを迎えて3番阿部、初球を叩いてタイムリー、ドラゴンズ同点としました。5番バッター松山、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、この打打った大きな打球になった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて追いかけますが頭を越えました。これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。完璧に捉えられてましたよね。バッターは6番坂倉、先ほどの打席で同点となる打点を挙げています。ヒットでランナーを打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁、バッターも積極的に打ってきます。ここは初球を狙われた形になりました。もう少し慎重に行きたかったですね。さあドラゴンズ勝ち越しのランナーを背負った場面です。勝ち越されると試合の雰囲気が変わってきますから、ここはなんとか抑えたいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の大野、このピンチをどう切り抜けてくる。外の球打った、高いバウンドになった、ショート取った、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁二塁です。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。勝負強いバッターを迎えてますから、配球には十分注意が必要だと思いますね。そうですね、さあ気をつけていきたい。小園が打席に入っています。変化球打った、セカンド取った、一塁アウト、ランナー三塁二塁は変わりません。さあバッターボックスには先発の遠藤が入ります。代打で点を取りに行きたいところではありますよね。そうですね。さあ一打勝ち越しという場面を迎えています。このピンチ空振り三振に切って取りました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう、最後は三振で勝ち越しは許しませんでした。まあそうですね、とりあえずですけれども、まあなんとかといったような感じですかね。
勝ち越しのチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。3対3同点です。6回の裏ドラゴンズの攻撃、打席には6番バッター福留。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。引っ張った、ここは打ち上げています。ライトが取りました。バッターボックス平田、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。アウトコース見送ってストライクです。インコース決めてきた。あっという間にツーストライク。